DAO TV をご覧の皆様、こんにちは。フラフトンベンチャーズコーファウンダーの亀井です。コーファウンダーの鈴木です。まあ、今日の企画はですね、まあ、知らないプロジェクト、まだ皆さんがあんまり知らないプロジェクトを紹介するっていうコーナーですね。そうですね。はい。今日は、いろいろ気になるワールドコイン、聞いてみたいなと思って、ワールドコインをテーマにしております。講師は？講師は、外部のもしかしてサムアルトと思わせて大阪のサムアルトマン、うちのビニールさんです。イエーイ、イエーイ。はい、大阪のサムアルトマンことビニールです。はい、でここからビニールさんにちょっとパスをするので、いろいろワールドコインについて教えていただきつつ、まあ、僕らもちょっと質問等あれば適宜させていただきたいなと思います。じゃあやっていきましょう。はい、さっきの大阪のサムアルトマンは全カットでお願いします。はい、まあ、今回の YouTube、はい、ディスクレーマーですね、うんだらかんだら書いてますけど、投資助言とかではありませんので、はい、皆さんそちらだけご理解ください。ということで、ワールドコインですね。はい、じゃあ鈴木さんと亀井さん、ワールドコイン名前聞いたことありますか？はい、あります。ありますか。さすがですね。さすが、仮想通貨、クリプト、暗号資産を追ってる人なら、まあ名前は聞いたことあるかなと思いますし、まあ先ほどサムアルトマンという名前が出てきたんで、まあそれがどう結びつくかっていうところも話をしていきたいなと思っております。はい。そうですね。なので今回のキーワードはワールドコインと、サムアルトマン、そして、ユニバーサルベーシックインカム UBI というものですね。はい、というところをお話をさせていただければと思っておりますが、そもそもワールドコインって何ぞやっていう話ですね、をさせてもらおうと思うんですけど、まあサムアルトマンですね。チャット GPT 皆さん使ってますか？お二人。そうですね、まあ、結構もう仕事でもう話せられないツールになってますね。課金してますか？してます。してます。私は課金もしてないし、チャット GPT もほとんど使ってません。使ってないです。っていうところで、まあ、名前は知ってて、まあ、ちょっと触ったことあるぐらいなんですけれど、昨年の11月ぐらいにリリースされて、まあ、すごい世界的には使われていって、今こう、ね、行政であったり学校がね、こうどうチャット GPT と向き合っていくかっていうところで、まあ、すごい課題を抱えているところで、まあ、そのチャット GPT を開発しているOpenAIのまあ、トップがサム・アルトマンという方でして、このサム・アルトマンが仕掛ける、プロジェクトであるワールドコインについて、まあ、ちょっと最近注目を集めているので紹介をできたらと思っております。はい。で、このワールドコインが何を目指しているのかっていうところなんですけれど、まあ、ユニバーサルアイデンティティレイヤーっていうふうに書いてるんですけれど、まあ、いわゆる、なんだろう、ワンパーソンワン ID ということで、まあ、一人一人の人間を証明して、なおかつ一人に対して一つの ID を付与していこうということを目指しております。じゃあなぜっていうところは、またこの後話をさせていただくんですけれど、まあ、その方法ですよね。一人一つの ID を作るための方法っていうのが、まあ、ちょっと面白いので、注目を集めております。はい。それが、左側に映しているというか、画像として用意しているオーブ。というものを使っておりまして、まあ、いわゆる人の目にある光彩をスキャンして ID を作っていこうというような形になっております。はい。ちょっと次のページで紹介しますが、はい。で、まあ、今、光彩っていうふうに伝えたんですけれど、まあ、これ、まあ、どこかの誰かがこう4月の10日にツイートしてるんですけれど、イーサグローバル東京の会場ですね。に、このオーブが日本に初めて持ち込まれてっていうところがあったんですけれど、はい、その時に、まあ、4月10日に網膜を捧げようっていうふうにしてツイートしているものの、実際は網膜ではなくて、光彩をスキャンします。で、この光彩をスキャンするんで結構怖いなっていうようなことを言われたりしてたんですけれど、実際に、光彩のデータは、まあ、保存しないことを選ぶことができますし、最初に、じゃあ、光彩、まあ、そのままデータ保存しといていいよっていう方も、いつでもオプトアウトすることができます。じゃあ、このオーブで光彩のデータを保存しない、まあ、ネットワーク上でも保存しないのであれば、
オーブで我々は目をスキャンして何を捧げたのか、オーブは何を得たのかっていうところなんですけれど、実際にはこの交際データを読み取って生成されたハッシュ値、まあ、アイリスハッシュっていうものなんですけど、この交際によって生成されたハッシュ値で、一つの ID を形成していくということになっております。なので、全く同じ交際は存在しないので、一つの交際から生成されるハッシュ値っていうのは、ユニークであるということになっております。なんかここまでこう難しい言葉があったんですけれど、はい。どうですかね、お二人、イースグローバル東京の会場で見ましたか、このオーブを。見ました。はい、結構大きい、まあまあ大きいマシーンだなと思って、改めて現物を去年コロンビアでも実は見たんですけど、見てました。なんか 台というか台座で乗ってますよね、こういう時は。なんか結構大きいスタンダーに乗って、ちょうど人と同じ高さぐらいの目線に置かれてて、簡単にスキャンできるよみたいな感じのマシンだったなっていうふうに記憶してますね。これを見てね、結局こうスキャンするかどうかっていうのが、まあやっぱりそのプライバシーの問題、まあ人間なんでね、指紋取られるのは未だに抵抗あるっていうか、まあ、指紋取られるようなことをやっちゃいけないですけど、指紋もねかなりこう個人を識別するものとしてはすごい大切なものなんですけど、それがさらに交際っていうふうになるとどうなのかっていうようなプライバシーの問題とかがあって、結構このワールドコインってなんだろう、 SF チックで、まあ、よくこう SF の映画とかアニメとかでなんかこうセキュリティのかかったドアのところをそいつの眼球奪い取って突破するみたいなのがあるんで、なんかそういうのでこうね、怪しいんじゃないかみたいなことを言われたりしてるんですけれど、じゃあその交際を使ってこの ID を作ることによって何を目指しているのかっていうところなんですけれど、よいしょ、どんどんいきますよ。まあここがあれですね、また後でも紹介するんですけど、はい、よいしょ。まあ何をしたいのかっていうと、まあシビル攻撃の防止っていうことで、複数のアカウントによっての攻撃っていうのが、やっぱり起きうるというか今実際に起きているので、はい、それを防止するためのワンパーソン、ワン ID みたいなところを掲げているっていうのがまず一つです。それこそコロナとかでの助成金とか補助金の問題があったと思うんですけれど、その時に、不正受給をするとか、まあ、それこそ年金の不正受給問題とかいろいろあると思うし、まあ、それが例えば仮想通貨とかクリプトの世界ではまあ、エアドロップって言われるものですよね。で、ボットで攻撃しまくるというか、攻撃っていうか、ボットでね、たくさんやりまくって、何個ものアカウントでエアドロップをもらって、トークンをすぐに売ってお金を儲けるみたいなことがあるんですけど、まあ、それを防止するために、まあ、こういったシビル攻撃を防止するために、ちゃんとユニークなヒューマン、まあ、オリジナルの人間というか、そういうのをちゃんと識別することに意味があるよねっていうことで、シビル攻撃の防止がまず第一に挙げられます。で、一番最初にキーワードとして挙げたユニバーサルベーシックインカムっていうところにもつながってきて、今後、こう、社会がこう、なんだろう、給付していくお金っていうのをちゃんと公正に分配するためには、やっぱりちゃんと、一人一人を識別して渡す必要があるよねっていうようなことが考えられております。まあ、プラス、まあ、この AI っていうところに結局、サム・アルトマンが関わってるんで、結びつくんですけれど、はい。AI が今後ね、まあ、AGI とか言われるようなものが発達していくと、どんどんコンテンツを作成していくと思います。まあ、お二人もね、チャット GPT 使ってるって言ったんですけど、やっぱりチャット GPT が吐き出す文章とか、ドキュメントってかなりこう、なんていうんですかね、すごいいいものが出来上がってきてて、今人間が書いたものなのか、うん、AI が書いたものなのかって全然識別できなくなってきてると思うんですよね。で、この AI が作成したコンテンツが例えば公文書とか重要文書として作り出していったら、それってめちゃくちゃ危ないよねっていうような世界線が来ると思ってて、まあ、それをちゃんと AI が作ったのか、人間が作ったのかっていうのは今後重要なキーになってきます。で、AI に人格はないので、まあ、人間と区別していかないといけないっていうところで、まあ、こういった、人間性の証明をするために、まあ、もちろんロボットとかにはね、交際とかないんで、ちゃんと生きた人間であるっていうことは、この交際があって、この交際から、作られたハッシュ値を有することで、
人間であることを証明できるということを、区別していく世界線になってくるんじゃないかなと思います。なので例えばなんか重要な文章を、まあ、これは極論そのワールドコインがどこまで普及するか分かんないですけど、重要な文章を、インターネットの世界にアップロードするにはこのワールドコインの ID を持ってないとダメですよみたいな。なので、ワールドコインの ID を持ってないといけないってことは、つまり交際があるってことなんで、ちゃんと人間だよ。なので、重要文書をアップロードできるのは AI じゃなくて人間だけだよ、みたいなところも、まあ、あり得るかもしれないよねっていうような、ちょっと SF チックな話ですけどっていうところになっております。はい。で、まあ、ちょっと UBI の話が出てきたんで、その辺の話をしたいなと思うんですけど、そもそも、UBI の話をする前に、サム・アルトマンの話をしたいと思うんですけれど、まあ、ちょうど、ね、お二人はこうスタートアップ界隈にバックグラウンドを持ってるんで、サム・アルトマンっていうところ、名前はもうバシッとご存知かと思うんですけど、ちょっとどちらかサクッと説明してもらえますか、彼の経歴的に。そうですね。まあここに書いてある、ごめんなさい、僕が知ってる範囲内ですけど、まあ Y コンビネーターっていう、いわゆる、まあ、スタートアップのこのインキュベーター、アクセラレーターとしては世界最高峰、世界最、あれですよね。一番最初であり世界最高峰の Y コンビネーターの、まあ、ある意味2代目の代表みたいな形で、1人目はまあポール・グレアムっていう、まあ、これもかなりもうスタートアップ好きからしたら神様みたいな人ですけど、その人が次に託して、で多分当時20代とかですよね確か、うん、若かったと思います。そう、若かったサルマ、まあ、サム・アルトマン自体も Y コンビネーター出身のスタートアップで、まあ、いろいろバイアウトした後にもう一回 Y コンビネーターの代表になったと。でそれでまあ多分サム・アルトマンの時代に結構世界的にワイコミネーター広まってって、まあやめたんですよね。でそこから結構こういろんな取り組みを始めてるっていう中で、割と最近まであんまり表に出なくなってたなって思うんですが、ここに来てっていう感じですか。おお、ありがとうございます。なんかそこをこうスタートアップ界隈でリアルの現場でワイコンビネーター見てた方っていうのはすごい少ないんで、まあ僕は完全にこうなんだろう、クリプトとか触れるようになって Y コンビネーターを知ったんで、うん、全然あれなんですけど、やっぱすごかったんですね、うん、サムは。今は確かにチャット GPT の人みたいな感じですけど、どっちかって言ったら本当に Y コンビネーターの代表って感じの印象は強いですね、うんうん、なるほど。まあ、そんな彼がこう Y コンビネーターのトップを降りてまでやりたかったのが、まあ、OpenAI っていうところで、まあ、そもそもこの OpenAI の前にこの Y コンビネーターのまあ、トップをやってた時ですね、ちょうどまあ下にちょっと貼ってるんですけど、2016年ぐらいとかは、彼自身もこのやっぱりこのベーシックインカムについて、まあ、ユニバーサルベーシックインカムでも、ベーシックインカムでも同じなんですけれど、について、考えないといけないっていうことで、こう記事を書いたりとか、実際にこのベーシックインカムを渡すための社会実験を行ってたんですよね。でもうまくいかなかったんですよ。なんか怖いっすよね、やっぱりタダでお金をあげますって。普通に、100世帯に対して月1500ドルを支給する計画であったが、参加者は10人以下って言って、もう気持ち悪いんでしょうね、多分お金を受け取るっていうのは。まあ、そもそもプロジェクト自体が認知されてなかったのかもしれないんですけれど、まあ、これを今から7年前の、2016年ぐらいから、まあ、試行錯誤していたっていうところが、前提としてあります。なので、サム・アルトマンは、やはりこのベーシックインカムの必要性っていうのを考えてました。まあ、なんでベーシックインカムが必要って考えてたのかっていうのは、まあ、直接本人に聞かないと分かんないんですけど、やっぱりテック系の、まあ、それこそイーロン・マスクもそうですけど、そういう人たちはこのテクノロジーが発展した先にある世界、まあ、ディストピアなのかもしれないんですけれど、いわゆるテクノロジーによって人間の仕事が淘汰されゆく。そしてそうなった時に、我々人類っていうのはどこからお金をもらうのか、仕事がなかったらっていう時に、こういったベーシックインカムみたいな、社会的な保障が必要になってくるんじゃないかなっていうふうに考えられたりもするので、まあ、それをちゃんとこう受け入れられるような基盤を作るっていうことがもしかしたら念頭にあったのかなというふうに考えております。で、まあ、まあ結局このワールドコインはまあ、その個人を識別するというか、ユニークヒューマンであることを証明するのと同時に、ユニバーサルベーシックインカムを配布する基盤を作ってるんじゃないかなっていうような考え方もできるのかなと思っております。で、まあ別にこれはちょっと今考えることじゃないんですけど、はい、UBI のプロコンですよね、ベーシックインカム皆さん欲しいですか？お仕事をしなくてもお金欲しいですか？
どう過ごすべきか欲しいですね。まああるとね、ちょっとね、気が楽よね、うん。でももらってみたいなっていう、経験してみたいなっていう気はありますね。うん、どんな気持ちになるのかなとか、どういうふうに日頃過ごすんだろうとか。うん、年金みたいなもんですよね、うん。まあまあまあ、年金ももらえないかもしれないですけど、僕ら世代はね。いや、でもそうっすよね。なんか、今こう生活できるレベルのお金をこう毎月上げますよって言われると、じゃあ僕ら仕事しなくていいってなっちゃうと、まあ勤労しないからもうすごい怠惰になってしまうのかもしれないし、もう時間を持て余しすぎて、いやなんか趣味に費やそうとか、なんかもっとアクティブになって新しい技術を学んで、そっちの本当に専門的なことを目指していく可能性もあるのかなとは思ったりしてるんですけど、まあそれは我々こう日本に住んでるから言えることであって、やっぱりこう、まあ世の中にはこう、もっと貧困で苦しんでる人たちもいるんですけれど、うん、まあそういう人たちを、まあ金融包摂的なところで、まあ金融格差をなくすっていう文脈でいくと、まあ、もしかすると1日1ドルみたいなだけでも、彼の生活は支えられるかもしれないみたいなところもあったりして、まあちょっとここは難しいなと思っております。で、ワールドコインは、まあ私自身はこうスキャンをしてるんで、毎週かな、毎週、うん、1週間に1ワールドコインっていうのが配られてて、これちょっと前のスクショになるんですけど、29ワールドコインを、もらっております。絶賛今こう、まあ、東京にオーブが1つ、2つぐらいあるんですけれど、そこで多分予約できるんですけれど、予約してもらって、スキャンをすると、このワールドコインを、もらえることになります。で、このワールドコインが、まあ、1週間に1ワールドコインずつもらえてて、まあ、そのワールドコインがどれぐらいの価値を持つかは全然知らないんですけれど、まあ、これが、もし、こうね、まあ、プライス的につくんであれば、ユニバーサルベーシックインカムになるんじゃないかな、みたいなことも、ちょっと考えられる可能性はあるのかなと思います。で、彼らが配布の仕方も、途中ぐらいから、こう、ワールドコイングランツみたいな形で、まあ、助成金っていうことですね、日本語にすると。っていうような形で渡していくんですよね、アプリの時にクレームできるんですけど、なんかそういう風になってきて、ちょっと、徐々に面白い進捗にあるんじゃないかなと考えております。で、なんかこう話が行ったり来たりなんですけれど、さっきのこのやっぱり、サム・アルトマンが今オープン AI をやってて、その後にさらにこのワールドコインをやってるっていうことには、やっぱりこの AI が発達した未来を見据えての UBI を、配布するための基盤を作ろうとしてるんじゃないかなっていうのが、まあ、これはあくまでも、私の見解です。はい。で、まあ、AI が発達すると、まあ、さっきチャット GPT 使ってめっちゃ便利って話があるんですけれど、じゃあこれまで文章を作ってた人とか、もっと簡単な業務、それこそなんか今、こう、窓口でね、AI がやっていくんじゃないかみたいな対話型の AI ができているとか、なんかそういうものがあって、職を失う人が増える。一方で、生産コストですよね。これまでプログラムで、ソフトを作ってた人たちっていうのも、もう簡単に AI が、コーディングしてくれたりするから、その人たちに渡してたお金、給料とか人件費がどんどんかからなくなって、コストが下がっていくんじゃないかっていうようなことも考えられるなと思っております。で、じゃあ、職を失う人がいるってことは、AI が、職を奪っていって、彼らが富というか、財というか、まあ、サービスを作り上げていく。じゃあ、その AI によって生み出される莫大な富っていうのはどこに行くのか。っていうところなんですけれど、まあ、これが今例えばチャット GPT が使われているのであれば、オープン AI という開発会社に行くのかもしれないんですけれど、多分まあサム・アルトマン的にはそれを牛耳りたいみたいなことはないと思ってて、まあ、このここはもう本当に妄想レベルなんですけど、オープン AI って実はもともと非営利団体のオープン AI インクっていうところからスタートしているっていうようなところがあったりして、まあ、今はちょっとこの非営利団体の下にぶら下がっている営利組織として動いてて、チャット GPT をリリースしているっていうような背景があるんですけれど、まあ、そこがちゃんとうまく軌道に乗れば、まあ、これは、まあ、オープン AI で、ね、AI で生み出された資金がワールドコインを使って分配されるかどうかわかんないんですけれど、まあ、そういったものの資金が、渡すためのインフラ基盤が必要ということで、ワールドコインを作ってるんじゃないかな、みたいなことまで、まあ、妄想できるんじゃないかなっていうふうに、まあ、ここは本当にSF チックな妄想にはなってしまうんですけれど、っていうふうにもちょっと思ったりしております。はい。まあ、なので、まあ、我々はこの、
なんだろう、ベーシックインカムとどう向き合っていくのかもそうですし、もしこの AI が発達してしまって僕らがお金を得ることができなくなったら、まあ仕事をしてね、その公共財を支えるための税金、僕らは税金、特に日本の方々、特に日本でクリプトをやってる方々は税金に悩まされてると思うんですけれど、この公共財を支えるための税金をどうやって払っていけばいいのかみたいな問題もさらに出てくるんじゃないかなというふうに思ったりしております。はい。で、まあこれもすごい個人的な意見ではあるものの、はい、まあプライバシーデータの行き地は人それぞれだなと思ってて、まあそうですね、私はもうオーブを使って交際をスキャンした身なんですけれど、まあ交際のデータは彼らは保存してないからあれなんですけれど、まあ交際から生成されたハッシュ値っていうのも、実際にこのワールド ID として持ってますし、自分の交際は交際として持ってますし、指紋ですよね、まあ、指紋を渡すっていうのはすごいなんか犯罪をした後みたいな感じがしてすごい嫌なんですけれど、まあ、それぞれ別に気にならないっていう人もいれば、絶対にダメだっていう人もいると思うんで、このワールドコインが普及するにあたってこの交際をどれぐらいオンボーディングできるかっていうところも、まあ、一つの鍵になってくるんじゃないかなというふうに思ってます。で、まあ、個人的にはこの AI が発達していって、まあ、さっきチャット GPT 全然使ってないって話をしたんですけれど、私はあんまりこう、なんか普通に仕事もしていきたいし、人と話すの大事だなって思って、人と話さないとこうね、なんか暗くなりがちじゃないですか。ね。はい。っていうのと、まだワールドコイン自体は、今年の5月に115ミリオンですね。めちゃくちゃすごい金額ですよね。115ミリオンドルなんで、はい、その金額の、資金調達を終えております。で、まあ、ここから大きくこうオーブを世界中に出していって、いろんな人の、交際をスキャンしていったりなど、いろんなことがあるかなと思うんですけど、まだ正直、なんだろう、批判も多いかなと思ってるんで、まあ、何かしらの大きな問題をがというか、このプライバシーの問題だったりとか、そういうのが起きてくるんじゃないかなと思ってます。まあ、そこがまず、ワールドコインの出発地点になるんじゃないかなと、個人的には思っております。はい。まあ、実際にこう、まあ、いろんな方の、スクショで恐縮なんですけれど、まあ、ワールドコイン自体のコードが監査されてない話とか、オーブ自体のセキュリティハックみたいな話っていうのは結構話題になったりしてて、まあ、ここがちょっとうやむやになってて怪しいんじゃないかなみたいなことも言われたりしております。やっぱりこう、特にこうグローバルな、もともとイーサリアムエコシステムにいた人だったりとか、プライバシー周りを追ってる人たちからしたら、かなりこう疑問符は出てるっていうのが正直なところの現状ではあります。はい。まあ、こんな感じで、お怒りの方もおられたりします。はい。まあ、結論としては、まだ始まったばっかりの野心的なプロジェクト。で、なんかこう、ベーシックインカムを配ろうみたいな話を言ってるにもかかわらず、チームが 10%、今回115ミリオン調達で入ったような投資家も 10% のトークンアロケーションをされている。で、ホワイトペーパーっていうのも、まあ、実はこう、いろんなこう、ドキュメントはあるんですけど、はい。ホワイトペーパー的な形で、ちゃんとしたものはまだ出ていない。っていうところがあって、やっぱりこう、ワールドコインはまだまだ厳しい現状。認知、サム・アルトマンっていう名前があるから、こう、一人歩きしてるものであるものの、まだプロダクトでこう、成果は出せてないんじゃないかなっていうところは結構言われたり、しております。で、まあ、すごい、個人的にはこのチャット GPT はすごいっていうのはわかるんですけれど、まあ、こういった AI が発達して社会が変わっていくのは全然まだ何十年もかかると思ってるんで、まあその後の話、その後こう UBI を配らないといけないとかっていう話はまだまだ早いんじゃないかなと思っております。ただ、3年前ですかね、コロナが流行ったのは、こういったコロナのような世界的な疫病が再来した際には、やっぱり社会保障みたいなところ、それこそ、皆さん覚えてるかわかんないですけど、なんか給付金みたいなのもらいましたよね。一律何万円か忘れて、10万円でしたっけ、そんなにもらったんでしたっけ、忘れちゃったんですけど、うん、なんかやっぱりそれをちゃんと届ける必要があると思ってるし、それをもっと簡易的に届けることができるシステムみたいなのはあるのかなというか、必要になってくるんじゃないかなっていうふうには思ってます。ただ、まあ、これがワールドコインのアプローチで解決できるのかどうかは全然まだわからないと思ってます。まあ、日本には再銀行ニュースで話題になっているマイナンバーカードみたいなものも
あったりして、まあ、このマイナンバーカードがそういったことに使われていくのかどうかはさておき、まあ、いろんなアプローチがあって、まあ、今後必要になってくるんじゃないかなと思っております。はい。というところで、一旦どうですかね。皆さんの方から、二人からご質問とあれば。私まだプライバシーの心配あるなって思っているたちなのと、まあ、みんながみんな交際をスキャンできるときっていつぐらいに来るんだろうと思っていて、うん、今のワールドコインが出そうとしているインセンティブで、その本当にその全員が、本当の意味で全員がスキャンされることって訪れるのかなっていうのが気になってます。あ、なんかあれですよね、ニュースでなってたかもしれないけど、なんか結構貧富の差の激しいところで、そのある意味交際だけ奪うというか、その中々まだこのワールドコインがいくらになるかわからないけど、とりあえずなんか1回のスキャンいくらみたいなので、いろんな人にこうスキャンさせて、中間的な会社がその交際データとトークンだけもらうみたいな。でも確かにさっきどっかで話しあったように、その今、中長期のトークンよりも今の1ドル今の2ドルの方がすごく重要な人たちもたくさん世界にはいて、そういう人たちのそういうデータを先に取ろうとするちょっと怪しい人たちみたいなのがいるっていうのが結構ニュースになってて、それちょっとそれってワールドコインがやりたいこととは違う方向性だよなっていうのはあったりするなって感じた、うん。いや、それあれなんですよね。なんかオペレーターっていうんですけど、オーブの、うん、最初はワールドコイン側からオペレーターに対してのなんか委託するのにお金を払われてたみたいですよね、うん、払われてたのか、オペレーターのなんかこう一人スキャンしたらいくらキックバックみたいなのがあったみたいなんですけど、はい、これ今はもう全然ないらしいです、うん、なので、まあ、少なくとも4月時点にはもうないみたいな感じのことを、うん、日本でこうワールドコインをこうね、ちょっと関わってる方に聞いたら、今全然そんなのないっすよっていう風に言われたんで、これからそういう、なんだろう、あえてこう、まあ、よく問題になったのは、発展途上国みたいなところにオーブ持ち込んで、ね、どんどんたくさんの人をスキャンさせることによって、その数に応じて報酬がもらえるみたいなことをやってたんじゃないかなみたいに言われたんですけど、うん、もう今後はこれは起きえないと思ってます。なるほど。今回はワールドコインプロジェクトを見てきました。ワールドコイン自体はですね、非常にこう今後が気になるプロジェクトですし、それぞれの皆さんとか皆さんの周りの人たちももしかしたら全員スキャンしていくことになるのか、それとも何かきっかけでプロジェクトがうまくいかなくなるのか、まあ、そういったところのね、進捗も含めて追っていける面白いプロジェクトなんじゃないかなというふうに思ってます。ビューさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今後もね、他の講師の方とかいろんなゲストの方をお呼びして、まあ、いろんな新しい情報をお届けしたいと思いますので、まあ、少し興味あるなんかトピックとかあればぜひ僕らに教えていただきたいですし、はい、コメント欄等に書いていただけたらと思います。はい、この動画がいいと思ってくださった方はチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。